杉山先生ってなんで教師辞めたんですか？ああ、それね、めっちゃよく聞かれるんだけど、知りたい？はい。逆になんでだと思う？すごく言いづらいんですけど、クビになったとか。なってねえわ。アンチコメントとかでさ、あ、教師クビになったやつやんとかめっちゃ書かれるんだけど、クビではないですね。そうなんですね。じゃあブラックすぎたとか。ああ、それもよく言われるんだけど、まあ確かにブラックではあった。どれくらいブラックだったんですか？まず休みがないわけよ。土日部活だからね。はい。なんか週休1日は辛いとか、不定休だから辛いとか言ってる人いるけども、そんなレベルじゃないからね。1ヶ月で1日しか休みないとかめっちゃ普通にあるから。あとはまあ朝の活動とかあるでしょ。例えば部活の朝練だったりとか、なんか校門のところに立って朝の挨拶運動とかゴミ拾いみたいなやつとか、あれって全部時間外勤務なわけじゃんね。でボランティアなんだよ。でまあ朝やってるってだけで、まあ実質残業だよね。はい。でまあ朝から晩まで一日中働いて、放課後会議やって部活やって、18時過ぎからようやく事務仕事できるっていう感じだからね。なるほど。もうね、結構重労でしょ。はい。一日だいたい10時間とか14時間ぐらい働いてるわけよ、本当に。で月の残業なんてもうさ、100時間とか普通に超えることもあるから、ね、だからそんだけ働いて、しかも手取り20万とかだから、もうめっちゃブラックなわけですよ。まあただね、まあ、それで辞めたってわけではない。それ嫌だったよ。嫌だったけど、別になんだかんだ楽しいこともたくさんあったから、別にそれを苦にして辞めたってわけじゃないんだよね。あとモンスターペアレントとかクレーマーとか嫌な上司とかももちろんいるけど、それマジでムカついたけど、別にそれも無視すればいいだけだから、メンタル強いんでね。それが嫌で辞めたっていうわけじゃないのよ。じゃあなんで辞めたんですか？それは私の場合はね、音楽の仕事がしたかったから。私音楽と社会と2教科教員免許持ってて両方教えてたんだけど、まあ、音楽の先生だったから音楽の仕事してるっちゃしてたんだよね。だけどもっとちゃんと音楽の仕事したいなって思ったんだよね。どういうことかっていうと、まあ、中学校の音楽の授業なんてさ、まあ、基本みんなやる気ないわけよ。特にさ、あなたたちが中学校の時なんてもうマジでやばかったからね。中学校入学してきた段階で、もうスタートの時点でもうみんな音楽だるみたいな、合唱やってらんねえみたいな感じで入ってきたからね。だからそれをなんとかおだててさ、盛り上げて、いやーみんなうまいね、最高だよ君たち、ここもうちょっとさフォルテで歌ってみたらもっと良くなるかもしれないねみたいな感じで、こう盛り上げて育てていくのが音楽の先生の仕事だったわけ。でもいや、なんかそうじゃなくて、もっとさ本気で音楽を教えたいなって思ったんだよね。なんか本気で歌を教えて、もっと本気で音楽やったらどこまで自分がいけるかなって、自分の力試したいなみたいな思ったんですよ。それで教員辞めて自分で起業してスタジオ作ってボイストレーナーになったっていうのが本当の理由です。なるほど。クビじゃなかった。だからクビじゃないから、誰その噂流してる人、本当やめて。それ